マジで5000万貸してほしい。マジで5000万貸してほしい。はい。社長、前におるからね、事務所の。カメラはいいわ。じゃじゃあ、ダメだって。足場材を結構買い取り来とるんだわ。中古販売がめちゃくちゃ高いんだって、業界。うん。そんな高いの？黒字が出たら 40% ぐらい税金持ってかれるわけ。1000万の黒字になったら350万ぐらい税金払うわけよ。5000万マジになるじゃない。ねえ、よくない？それだけど5000万で枠で買って、例えば 1回で1000万出すでしょ。うん。そしたらリターンはどうなるの？だから、だけど、その世の中の経営者は、多分その帰ってくることっていうのは、うん、考えとるようで考えてないんだよね。着いた？はい。会社別して。勝手に。皆さんの場合は知らない。下からもうちょっと行ったら看板を作っちゃって。どこに看板ある？左上に看板あるよ。左上。右や。左上やて。あ、あった。素直に受け止めろ、人の話を。視聴者の皆さん、同級生の会社に、またお願いしに来たわ。あれ、前の動画上がってないんだな、そういや。足場材買うで金出して、みたいな。はいはい。ことを話したことあったけどさ。で、出たいやん。ララララいけ。上がってったのか。いや、とりあえず、入り口で、貼っとろうぜ。はい。社長。はい。前におるからね、事務所の。上がってきてよ。いいの、上がってって。カメラ回ってるよ。もうカメラはいいわ。じゃあダメだってカメラ回ってないと俺、誰とも喋らんって決めとるもん。とりあえず上がってくわ。じゃあもういいって帰ってこんね。上がってくぞ。おぉ、しゃれたね。あら、変わったね。すごいじゃん。かっこいい。あ、こんなだよ。あれ、なんか事務所だいぶ変わったね。いいよ、これ映して。こんにちは。ちょっとモザイクかけた。モザイク。あんまりさ、これなんか技術情報でしょ。日本の仕事とかやったら多分やばいやつだよ、ここ。ここは、まあ本当にね。どこも失礼した。半端ないやつね。会社何個も買っとんだよ。ぐらいとる今。ぐらいとる。あんな感じだけど、すごいやつだね。ちょっと、シャーちゃんを。ちょっと、10分だけ時間ちょうだい。ちょっと、提案がある。マジで、ちょっと本当にお願いがある。どうでもいいよ、車でもいいよ、機密情報出していいならここでもいいけど。ようちゃん、ガチでさ、まあ、足場材を結構買い取り来とるんだわ、うん、この間言ったじゃん、1000万だったらいいよみたいな話が出たんだよね、うん、あれ動画使ってないんだよ、それはマジで。本当に前も言ったんだけどさ、もう明日が名義でいいもんで、総研名義でいいで、何ってさ、本当に結構来てんの。で、今さ、もう足場の販売も始めたのって。あの、あれやっとるだろ、ジムの子。うん。でも、すっげえ、その子がめっちゃ調べてさ。じゃあ俺はもともと俺がやっとって、なんか、まあ、雑用でお願いしとったの。全部自分でいろんなとこ電話して調べて、もう何社も調べとんだって。へぇ、業界の単価とかも全部、もうエクセル表みたいなのにして、もう業界の売り値、買い値も全部調べとんだ。おぉ。だからうちは、その、足場の中古販売も今やっとるの。うん、でそれも業界より安く、しかも中古販売がめちゃくちゃ高いんだって業界、うん、そんな高いのって、うん、だけど仕入れって大体安いじゃん。でそうじゃないと合わんだよね、工務宣伝費が高いのさ、かかるから、うんうん、だけどうちとかって SNS で広げていけるじゃん。ちょっとこれ本当に PE だけど、新品がない、サブロック中古の販売、この業界の販売平均価格って言ったら意外と思うんですよ、その1万円のもの、あ、3000円のもの、新品で買って3000円のもの、2500円ぐらいだと思う。3300円、高いんだ。俺らが新品で買ってるのに高くなると、すごい。なんで興味ないよ、あなた。ん、もうちょっと熱量出してくれよ。ちょっとなんでそんな
いや、わからんのだわ。それその子がめちゃくちゃ調べて、これ間違っとるぞ。だからあれじゃないの、新品で買えない業者が多いんじゃないの、量が少ないから。違う違う違う、だってメーカー直なんて、うん、ある程度信用と信頼がないとこじゃないと売ってくれんじゃん、うんうん、だって現金で全部商売するわけにいかんのかさ、うんうん、だから中古市場が、うん、そういうこと高くなんじゃないので、俺さ前の動画でも言ったけど、この足場サイトの足高総研買う借りっては 100% 償却できるんですよ、利益を。で5000万ぐらいあるでしょ、売り上げが、まあ、仮に俺の推定で 5% 純利が出したとしても、まあ、純利があるわけでしょ、あなた元あんのなんかそんな顔しろよ、ちょっと 5% どころじゃねえぞ、原価償却とかいろんなものがあると思うんですけど、資材っていうのは 100% 償却できます。何って言ったら1個20万円か15万円でしょ、今の原価償却に入れなかった法律が、うん、だけど1個1000円とかのものを100個買うから、言ってみよう、原価償却って分かる、会社っていうのは例えばじゃあ黒字が出たら 40% ぐらい税金持ってかれるわけ、今 30% ぐらい、 35% から 40% ぐらいだよね。ってことは1000万の黒字になったら350万ぐらい税金払うわけよ。だったら1000万使っちゃいたいってなら、なります。使ったらゼロになるわけじゃん、利益が。で来年使うものでもいいわけじゃん、決算ってその日付が決まってるから、うちで言ったら1月31日って決まってるんだけど、その前の日に1000万使えば次の月に、まあ、利益ゼロになるから、まあ税金払わんでいいから、まあ究極400万税金払わんかったら1000万のものが600万で買えるみたいなもんじゃん、言ってんの分かるでしょ、ここまでは。だけどこれは法律がそう簡単に許さんわけよ。原価あの20万円以上のものっていうのは原価償却しなきゃいけなくて、車で言ったら6年、で足場資材もあの一括で入れちゃうと4年、まあいろいろ決まったんだよね、建物だったら20年とか。だからそいつは20分の1しか入れないわけや、簡単に言うと。もっと複雑なんだけど、定率法って言ってあって、まあ6年だけど、一番最初はドンドンドンっていっぱい入れるんだけど、だけど足場資材って20万円以下の塊だから一発消去できる、それは建設業に限って。だから足高総研が足場資材を5000万買ってくれたら、うん、これどうなりますか、一発消却30% のお得ですよ、あなた。なんと僕がね、情報を持ってきて5000万の材料買っていただくだけで 30% 1500万のお得なんですよ、あなた、うん、もう、うん、出しますか、ジョッパネットですか、マジで5000万貸してほしい。マジで5000万貸してほしい。貸すんじゃないよね。だって投資してほしいだけだよね。本当にもしこれ動画見て、ちょっと興味あるなら、まあそこまで集まってないんだけど、だけども、今中古資材もだいぶ集まっとるから、買って。いや、投資半端ねえんだわ。だから本当ファンドみたいな組みたいな。だけど、名義そっちでいいんだわ。うん、俺、マジで。で、まあ、原価償却費で。それはどうするの、リースするの、まあ、うちが借りるみたいな感じで見るのかな。もう年間例えば何パーセントっていうのは決めて、うん、ただあんまりは偉いよね、5000万でじゃあ年間さらに5000万3%4%つけますっていうのは、年間で1000万ぐらい利益出る、いや出んでしょそんな俺が出したいわそのリスクがゼロ商品じゃん、うん、いやその俺がいかんよ、泥棒を超えたのかもけど、物があるでね、物があるで、でそのって仕入れ値で5000万入れてもらえば、うん、別に、うん、バーで入れたら、でそれも調べたんだわ、あの大きい大手 の、 あの足場買取業者値段全部調べとんもんね、でそことやっぱ同等ぐらいで今うちも仕入れとるから、でそこより著しく安いわけでもないし高いわけでもないから、うん、っていうことは、まあ、だまあ鉄の値段があるよ、もちろん鉄では1年後に鉄の値段が下がっとったりしたら、まあ、下がる可能性ってゼロじゃないんだけど、足場も値段上がってんのじゃん今現状、鉄が上がっとるで上がってる、あ上がったんだよ、上がった上がった、もうずっとこの2、3年で上がっとる、そういう現状があるわけ、うん、そのまああんまり言ってもいかんかもしれんけど、今中古市場っていうのはすごい高いわけよ、うん、だからまとまってじゃないと確かに口座が開けんとかあるんかもしれんけど、まあうちはもう本当でももっと安く売ってもいいかなと思って、そういうの買うとき現金で買うの、現金でしか買えないね今、だからなんかファンドみたいの組んでもいいかなと思う、だからこれ明日がさんのお金だから、まあ現金じゃないよね、そのお金だからそれってだけど、メーカーは何、メーカーは
ああ、だから新品打ち上がっとる時、うん、あの現金。へ、そうそう、銀行にも話持ってったんだけど、こんだけ金と材料、あの設備じゃん、うん、でこれ実際に10年使ってもそれぐらいの値段で逆に売れるんだよ。ほとんど値落ちしんのでしょ。でも半分ぐらいにはなる、うん、半年ぐらいにはなる。だけど建設業者には違うよ。でうちはこの強いんですよ本当に。社長さらに次のステップ、ジャパネットだ。だってさ、本当に思う？ SNS でじゃあこうやって行って、これじゃあブワーって買い取り来てくれたら、5000万マジで投げてくれ。ねえ。よくない？ちゃんとこれで、あそこ買いたいと。だけど俺はもう本当にもう、かなりこの5000万も詰めねえ、ね。あの、お断りしとるから、買い取りが、うん。で、来た時に買ってくれたもんで、別に今5000万貸してくれとかじゃないから。うん、来たら明日香さん買ってくださいよ。あ、5000万の枠を作れと。枠を作ってほしいのよ、うん、あなたに。あり余ってるお金かな。あり余ってる。悪い話じゃないでしょ、マジで。ちょっと真剣に考えてよ、うん。悪い話じゃないと思うんだよ。5000万ね。それだけど5000万で枠で買って、例えば 1回で1000万出すでしょ。うん。そしたらリターンはどうなの？で、そこをまだ考えてない。そこ考えてないの？原価償却プラスやっぱり欲しい。で、ジャパネットでしょ、ここ。さすがだね。それもうけはない。それもごわごわごわ。なんかついてくるやん、ちゃんと。ああ、やっぱさらに、原価償却プラス。はい、だけど、結局、例えば、1000万のもん買いました。うん、で、うち名義であるわけじゃん。うんうんうん、うち名義で、例えば3年使いました。うん、で3年間何もなしでも、うん、リターンが欲しい。で、3年間何もなしだとして、うん、1000万ね、うんうん。何もなし。でも、うちは別に、税金の効果で出るわけだから、うんうんうん、だけどその3年後にじゃあ例えばそれ売却しますってなるじゃん、うん、例えばね、うん、で売却した時に益が出ちゃうね。益が出ちゃうじゃん。うんうん、そうだね、うん、確かに結局確かにそうだね。だから繰り延べと同じ状態になっちゃうわけです。ああそうかそうかそうか、あそうだね、うん、確かに俺そんなことまで考えてなかった、うん、だからそれをうちは一切やめてて。ああそういうこと。そうそうそう、変な。だからもう保険の延命対策みたいなのは節税対策っていうのももう一切やめて。やってない。やってない、うん、あそういう全部解約して払い止めにした。結局戻した時に益、まあ、益が出るよね。雑収で上がっちゃうから、うんうん、その時にまたその分の税金を納めなくなる、うんうんうん、結局、うんうん、まあ確かにそうだ、ね、で結局払わない感じ期をずらしてって、ね、うん、伸ばしてってるだけなんですね。あ確かにちょっといいかもしれない、うん、ちょっと逆に相談したいことがちょっと一個あっていい、まあ、例えばだけどじゃあこれが一回転というか、まあ、売れましたと。あなたがご購入いただいてね、うん、あの商品が売れましたと、うん、その売れたものに対しての店舗はバックしますみたいなやつだと、まあ、益が出るわけじゃん、うん、それよりも例えばじゃあ5000万で、まあ、2000万3000万って、まあ、5000万枠があって2000万3000万って入れてもらったものに対して、うん、年間利回りみたいなのでもらった方がいいのかって言ったらどっちの方がいい？どっちの方？その方がいい。利回りで？だってうちはだってリースで回転させてってほしくて、そのリターンで欲しい。だってうちはリースしとけ、ずっとリースしとけば別にもう益として上がってこないから。そういうことね。だからリース、うん、あーそういうことね。そう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 。うんうんうん。うん、ボンって帰ってきちゃうと。帰ってきちゃうと困る。まあだけどどっちみちその時に結局、払わないかも払わないかもね、うん、これさもっと面白いなと思った。これは人のアイディアなんだけど、100人投資家がおって数字悪い時あるじゃん、そういう時に差し戻せるっていうのはどう？ない、いらない、もう調子悪い時はない、ない。かっこいい。そういうことですか社長。でもそういう人って多いんかな。で多いよ。その後のことを考えとかなあかんと思う。利回りを、利回りと、うん、最終的にどういう風な処理するのかっていうところまで考えれてれば金は出すでしょ、うんうん、それなんかプロおるでしょ今。おるよ。だってそれ逆にやってくれよ。あいつに聞いてみる。授業それやってくれよ。で俺先手担当やるから。あいつ多分やれると思う。じゃあリターンで年間で1000万で例えば3年回しました、うん、でじゃあ年利これぐらいで戻ってきてる、うん、戻ってきてるんだけど売却した時にこの戻り回して、うんうん、プラマイゼロだったら、うん、出すだけの価値はあるわけじゃん。そうだね、うんうん、せめてこの売却した時の税金分ぐらいはこのリターンの間で欲しいよね。
あ、売、ああ、売却した時の。売却した時の。まあ、例えば1000万だとすると。1000万だと300万ぐらいじゃん。ああ、なるほどね、なるほどね。税金が。ああ、なるほど。あ、そうやって考えていくんだ、金持ちは。金持ちの考え方だね。その間で、そういうことか。リターンでそれぐらい戻ってきとる。税金が、まあ、1000万、まあ、30% で計算すると300万だと。そうそうそう。35% で計算すると35、まあ、350万だから、うん、それぐらいは、例えば、4、5年寝かして、リターンあれば、全然儲けれるよね、と。そう。だけど、その間に、だけど、資材集めて、うん。お宅の会社は、だって、それ、とにかく金を生むために回しゃいいわけじゃん。リース側で動きゃいいよね。うん。で、そこだよね、うん、そうそう。リースが動けばいいんだわね。そこが、やっぱ、まだ、どうなるかわからんから、うん、今は販売の方が、動いとるけど、販売だとそうだね。名義がそこから外れちゃうからね。うん、5000万入れてくれたとしても、買ったとしても、うん、あ、買い手つきましたと。なったら、動いちゃうからね、銭がね。そうそうそう。戻ってきちゃうからね、これ。そうするとそこでまた駅になっちゃうから。なるほどな、うん、だから、結局、リースで回すのが一番いいよね。そういうことか。うん、リースで借りたいって人いないか。でもね、最近だけどちょこの動画もさ、だからでこれでやっぱさ、こういうの見てやっぱ来てくれる人って結構おるから、うん、あの実際にその足早さんとかが、まあ、リースで来てくれた方がじゃあいいんか、購入よりも。いや、購入は購入で別にいいんじゃないの。だけど、それはあれだよね、もう投資家を集めたとしたら、その人たちにあんまり儲けさせてあげれてないってことだよね、俺は。俺は成し遂げた人に対して。でもそこはそんだけの利益出してあげれば別にいいんじゃない。そういうことだよね。だからリースの方が回っていくってことだよね。あ、そう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 。うん、あ、ちょっと視聴者皆さん、うん、まあ、ちょっとこれ再構築次回続くだけど、まあ、ちょっと本当にね、ちょ興味ある人集まってほしいな。で、だから節税好きな人は集まるんじゃない。だって俺はなんか今もうそういう考えないから、うん、あれだけど、保険なんて一発集客できねえんだよ。できないよね、うん、でも味はだったら一発集客できるんだから、うんうん、それだけでメリットだ。あ、そうだよね、うん、だけど帰ってくる時に利益が考えてるから。だけどその世の中の経営者は多分その帰ってくることっていうのは、うん、要は考えとるようで考えてないんだよね。ああ、まあそうだね。だからどっかへこんだ時を作るか、うん、へこますか、うん、もしくは、へこんだ時、本当に。うん。その時に戻すっていう考えでおるけど、うん。じゃあ、へこむことを望んでやっとる経営者なんていねえじゃんか。まあまあ、そうだろうね。わざとへこますんだったらわかるけど、うん。俺も、それも嫌だから、うん。わざとへこめばいいじゃないですかっていうやついっぱいおるの。うん。へこましちゃいいじゃないですか。うん。その自分のポリシーに引っかかるから、そんなの。ああ、なるほどね。うん、ああ、なるほどね。うん。じゃあちょっと、じゃあ答えは三角だね。そうだね。今罰ではないね。うん、あ、ちょっとじゃあちょっと、まあ一応一回受験として相談してみるわ、それ、うん、そのこと。だからそこまでなんかなんとなくプランがちゃんとできとれば、うんうん、ありだよね。うん、でほんで実際これちょっと本当集まってほしいな。なんか集まってくれたら、あのこれ集まったことをまた俺も自信っていうか、ああ買いたい、リースしたい、うん、投資したいっていうのはやっぱこうやって集まって、あ、これぐらい人が集まるんだと、あ、これビジネスになるな、なのか、あ、こんなんか借りないよ、買わないよ、投資しないよ、だと。やっぱ、結局規模がでかくしていけんから、うん、自分のところの軍資金じゃない、とてもじゃないけど。はい。じゃあ、よろしくお願いします。うん、社長、丸め込んでないよ。ま、5分、言いましょうか、社長。5分、言いましょうか。よろしくお願いします。